おはようございまーす。3時です。給付金チェック、今日金曜日なんで、今日振り込まれてなかったらお前相当やばい。振り込まれてるよマジで。お前ごっせーな。お前いつ振り込まれんだよ。金。お久しぶり。去年の一緒に一員さん行った以来じゃない。そっからめちゃくちゃ俺が負けて本気で店分析を始めて、そっから会ってないから。まあまああったな。モンスターはいつも通りモンスターしてましたね。とりあえずメッセ行ってみよう。メッセボロボロだね。これだったら123。基本下北ゼロを作る日なんだけど、自分は、立派な YouTuber として生活できるようになったから。いやでも収益的にはそこまで。去年のなんかその時は20万とか言ってたんだけど、そっからもう結構落ちて15万とか。でも冷静に考えたらやばいよ。だって遊んでるだけだもん。ごちそうさまです。ごちそうさまです。誕生日祝いです。よし、誕生日祝い。うわあ、タリスカストームね。飲みやすい部類だと思う。うまっ。これハマったらもう抜け出せないと。ああ、うまいかもしれない。やるかじゃあやらせていただきます。ぶどうが落ちない。ぶどうが一回も落ちないんだ。まあここではめとけば明日放出するから。抽選弱いんだ。ああ、俺も抽選弱いから。明日どっちも抽選弱かったらマジでどうするかっていう。あ、でも、うわ、しかも、レインボー。しかも、ここで俺、レインボー、一回も出したことないかもしれない。いやー、引き使っちゃったな、これ。ハイエナとか、その、夕方ぐらいに行って、あっ。おうわー、気持ちいい。さあ、これは、あ、ミスター。あ、ブドウか。いいね、あれあ、3年はまずいね。これはもうやめる。ここでやめてる多分。あ、でもレギュラーの年賀状もそうそうそう。あ、いっちゃう。あ、だった。うわレインボー気持ちよすぎる。ちょっとやばい。引きを使いまくということで締め。でもこれベーコン香りになりそう。大体フライパン1本でいけるか。ここでしょう。あ、卵がない。卵買ってこないと。それはちょっとファミマで買ってきてもらって。卵代はちょっと、まあ、めっちゃ10個買ってきてくれた。卵をかき混ぜとくと6枚ぐらい入れるか。若干濃いかもしれない。やば。
普通にうまい、うん、おはようございます。ということで下北に行くんですけど、ゼロのつく日で抽選が300人、あの小さい店に300人、まあ狙い台一応絞ったけど、狙い台座れなくても3分の1ぐらいでこう設定入って、で狙い台に座れたら、まあ俺の、ね、分析能力が多分 50% ぐらいだから2分1になると、まあでもまあギリギリ座れたらいいかなぐらいの感じで、とりあえず下北に向かいます。100倍ね、とりあえず最低100倍、ここはない、ここはもう大丈夫、あ、いいかもしれない、これいいよ、このままいけばゼロつけます。あれもう絶対ないダメだこれ、おここ、いやでもまだわかんない、まあ、全然だ、300人いるからさ、マジでちょっと抽選運がそして安定のガチムショ、まあ毎尺、まあ、何でも取れんじゃんというか、このアイムがめっちゃいいんだよ、いやでも毎尺が怖い、こんなだってゼロのつく日に毎尺取れることなかなかないから、チョメダル行かれました。ただブドウがぶっちぎってる、こういう時に限ってこれでブドウも悪かったらもうやめるんだけどね、無駄にブドウいいのかこれ、それとも6なのか、いや下北だから6の可能性全然あんだよな、でまだレギュラーついてる台がそんなねはっきり分かんないから、まあでもみんな500ゲームぐらいしか回ってないから分かんないけど、まあ現金7000円あるんで、まあもうちょい様子を見たい、さすがに厳しいか、いやでもねアイムはね6でも 25% ぐらいの確率で1万5000円ぐらい投資するんで、まあ、とりあえずそこまでは様子見る、うん、
1500ゲームあるね。あるけどブドウが悪くなったのかな。5かじゃ、もうちょい回してブドウまた復活してくれば6も全然ありえる。でタカさんも積もってます。2人揃ってアイム積もってる。ただアイムの5なんてね、完全に引き勝負なんで、レギュラーに触れちゃって合算ちょっと落ちちゃったらもうマイナスで終わることあるんで、ちょうどプラマイゼロぐらいなんで1000枚ぐらいいきたいね。うん、アイムの5で1000枚いけたらまあもう全然いいでしょ。とりあえず負けないことをまず第一優先でいきたいと思います。とりあえずビッグ引きたい。2500円。いやもう今めっちゃ買いてえわ。いやー55ビッグ最高だね。アイムでしか聞けないから、あれ合算113分の1、ビッグレギュラー1対1、もうゴリゴリだよね。でブドウもなんか回復して 5.856 の可能性も相当高いこれ。ってことは目標2000枚で、今ちょうど1000枚ぐらい。いやーでもこれ前回多分3000ゲームぐらいまでもうガチガチの状態できてたけど、そしたらいきなり1460ハマりしたから気抜けないんですよね。多分このままずっと行くのがあのアイムでたまにある100分の1で終わってるようなやべえアイムで、こっからハマりなくずっと行ければ可能性ありますね。でタカさん、ビッグ9、レギュラー15、ちょっとレギュラーに触れすぎてるけど全然プラスっすね。合算も良くてどっちも積もってる、ガチガチで。いやあとは引きだけ。Thank you.
3500、きつ、きつ、レギュラーしか来ない。だってこの1000ゲームでビッグ1回、レギュラー7回。まあ合算は良くなったけど、いやー耐えだなこれ。耐えっていうか、2分の1を外しまくってるんだよね。でタカさんもビッグ11、レギュラー22とかになってる。で合算110分の1。まあ、どっちもガチガチで 5は絶対あるんだよね。チェリー狙いすれば機械割り 105% だから、まあ負けることはないと思うけど、最悪負けるからね。さっきの400余りを超えてギリギリ下垂れで耐えれたんで、うん、それはでかいね。あれでなんかドル箱を手出したらマジで虚しいから。5000ゲーム。いやもう分かった、5だから。お前はもういいよ、それ判別できたから。もう判別できたから、もうビッグ来ていいよ。マジでもうマイナス域だからね。5000ゲームでマイナス域いったぞ、マジで。合算上がるときにレギュラー引いて良くなっちゃうから、これで。ブドウもめっちゃ落ちたし、 6.2、 もう絶対5だよね、確実な5。タカさんも俺と全く一緒、5000ゲームでビッグ16、レギュラー25みたいな。どっちも積もってはいるけど1000枚も出てない。でしかも隣にモンスター来ちゃったしさ、モンスターにモンスター隣でやられてる。チートだからもう、あれチート級の、なんであんなことになるの。
今6時半、あと4時間ぐらいが、まあ8000ゲームとかは回せるかな、ギリギリで。そこでこの逆のことをすればいいだけでしょ。このままずっとレギュラー選考で行く確率の方が少ないからね、確率的には。まあ、とりあえず500枚ぐらいプラスで終わりたいわ。いやマジブドウが悪いからもうやめてもいいんだよな。このまま行く可能性も全然ある。6000ゲーム、いやあの合算かな、あの連チャンするとは思わなかった。だって12連する前合算125分の1でもう設定5、6の数字だったから、まあ、こっから連チャンとかもしないんだろうな。するとしたらちょっとハマって合算落ちた時に軽く連チャンするぐらいかなと思ってたら、あそこから12連するんだ。これは完全確率だわ。いやーで抜けたんでもう帰りたいっす。まあこのぐらいで帰って、だって全然5だから、もう圧倒的5だから、あれブドウ 6.1 でそれで2000枚近く取れたらもう全然勝ちだから。いやもうあの連チャン抜けた後に気持ちよく帰りたいよね。でタカさんもね結構上がってきて2000枚ぐらい来てますね。同じ挙動を2人してる。いいね。ということでどっちもツモで終了です。あそうか、2700枚、2400枚、あーどっちも上振れさせて、俺は5だと思うけどタカさんのは6で。カードです。あ、まあ俺が勝たせたようなもんだから、俺が勝たせたようなもんだから。また本気出しちゃった、すいません。いや、やっぱさ、知り合い友達とかさ、来ちゃうと、勝たせてあげたくて、本気出しちゃうじゃん、それは。余裕すぎんですけど。ねえ、
なんかさ、コメントであったよ、1月後半設定今まで4とか中間打ってたやつがやっと収束してきたんだなみたいな安直もあったけど、すぐ戻しちゃう。やっぱ高設定を基本的に打っちゃってるからさ、それかやばかったね。12連人生2番目の連チャン、それがアイムで発動した。えぐいね。あれさ、だってプラマイゼロのところでこうガーって上がったよ。ゼロラインブーストだと思うけど、そのゼロラインにタッチしたぐらいの時、普通に合算125分の1とかだったからね。これはもう完全確率だよな。いや、合算とかっていうよりは、もしかしたらこのブーストの方っていうか、だから出玉だよね。出玉で管理されてる可能性あるよ。合算とかも全く関係なく。よくなんか合算落とさないと連チャンしないみたいなイメージあるけど、そうじゃない可能性あるね。だからめちゃくちゃビッグは引けずにレギュラーとか引けちゃって、合算はいい状態だけど全然玉増えてない状態でゼロラインタッチしても、その時合算良くてもそっからグンって、だからゼロ、今回の狙い台アイム2つ中2つ的中しております。で、タカさん座ってもらったところが6ですね。おそらく6600ゲームぐらい回してブドウ 5.81 とかだったから、まあ6だろうね。俺のはブドウ 6.1 とかだったから、まあゴリゴリの5だよね。で、最後にめちゃくちゃ連チャンしてくれて合算110とかで終われたと。だから合算15も上振れさせた。あれはだから引きなのかな、ブーストなんだろうな。でも200ゲームちょっと回して捨てたら、その後400ハマってましたね。気持ちよくやめるのが一番いいしね。いやー、気持ちよかったわ。で、マイジャグの狙い台は3台あって、1台はもうゴリゴリで、で、ゴージャグも4台中2台当たってましたね。で、そのうちの1台がもう17連とかしてた。で、俺の隣ゴージャグだったんですけど、それはもう狙い台で、途中までずーっと、うね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 、プラマイゼロラインしてて、で、やめられた時にちょうどモンスターが訪れて、さって座って、さって1500枚ぐらい出して、なんか俺がやってるのはバカバカしくなるよね。チートすぎて。なんだろう、なんであんなことになるの。ずーっとうねうねしてるやつを座った瞬間、グン、ファンキーは全部死亡してました。まあそれでも半分ぐらいは狙い台当たってたんで、だから基本狙い台は半分ぐらい当たるんですよ。だからそれを1月は全部外していってたっていうだけで、2月は全部当たっていってる、ただそれだけ。まあ申し訳ない。なんかアンチコメどんどん書いてください。どんなアンチコメをこの状態で書けるか、お楽しみにしております。はい。どんなアンチコメが来るかな？こんな勝ってる人間にさ、ね、どういう角度から来れる？ね。気持ちいいねー。